かせろ。好きなだけ頼め。じゃあメニューのここからここまで全部くださいなのだ。そんなに食べるの？お腹壊しちゃうよ。逆に食べない理由が思いつかないのだ。ひーちゃんが好きなだけ食べていいって言ってるのに。うん、それはそうだけど大丈夫？ももちゃん。構わない、どうせ私には使い道がない。では遠慮なく、いただきまーすなのだ。いたいた、お姉ちゃんクズリュウを連れ戻したんだ。ランカちゃんお疲れ様。でどんな状況なの？クズリュウのパートナーは決まった？私のパートナーならそこにいる。この瞬間のために生きてるって感じですな。あ、そんじゃ今度はメニューの2段目を全部いってみるのだ。クズリュウと満腹丸が組むの？他にいなかったんだから仕方がないだろう。満腹丸と定期戦に出るのか、どうなるのかな、全然予想できないけど。それももうどうでもいい。え？どういうこと？私がいない間に何があったわけ？それがね、バイオラに続いて稲川にまでコテンパンにされたわけか。それはクズリュウじゃなくてもちょっと自信なくすかも。でもマナちゃんすごく強かったのよ。そう言われると興味が湧くな。拳を交えてみたくなってきた。定期戦ではせいぜい気をつけることだな。稲川は見逃してやるから逃げろと言った。うは、マジでそんなこと言われたの？えげつないな、稲川のやつ。それでクズリュウはしょんぼりして島から逃げ出そうって？らしくないな。何とでも言え。戦場はどこにでもあるんだ、世界中の至るところに。じゃあここだっていいじゃない。クズリュウの言う戦場ってのは気分で選ぶものなわけ？ふざけるなよ、神楽坂蘭子。お前に私の何がわかるんだ。私は生まれてからずっと戦場で、またつつが。ももちゃん、蘭花ちゃん、ももちゃんを煽るのはやめなさい。今はどうやって定期戦を乗り切るかって話でしょ。ももちゃんだけの問題じゃないんだよ。私たちだって状況は同じなんだから。同じじゃないでしょう。私はパートナーを信頼してるもの。お姉ちゃんのためならバイオラだろうが月影だろうがぶっ飛ばしてやる。それにいくら対策を考えたって肝心のクズリュウがどうでもいいなんて言ってるんじゃ意味ないんじゃない？どうしたらいいのかな。うわあ、びっくりした。どうしたの？おかわりしようと思ったらピーちゃんのポイントがなくなってしまったのだ。もう使い果たしたのか。普段は食べられないような
おセレブな料理を注文したら、あっという間に、ぐひゅん。満腹丸ちゃんも、もうポイントは残ってないのだ。どうしよう。どうしようったって、どうしようもないよ。私たちも、あんまりポイント残ってないんだよね。かくなる上は、どう？リンちゃんを食べさせてもらうのだ。ハフハフハフ。いや、満腹丸ちゃん、そこはちょっと、ダメだってば。お姉ちゃんを離せ。ニュニュニュ、かじらせろとは言わないのだ。舐めるだけ、ちょっと舐めるだけだから。ペロペロさせてください。ペロペロさせてください。おい、これはいいのか。ちょっとハレンチじゃないか。そんなところまで。離れろ、この変態まで。どこを触ってるの。ダメダメダメだよ。お肉を揉めば揉むほどVR ウイルスに対する耐性が増すと聞きました。そうなのか。私が求めていた戦いとは、もしかしてああいう。デタラメに決まってるでしょ。騙されんなっつの。私だってそんな羨ましいことしたことないのに。いい加減にしろ！キュー！はー！怖かったよー！満腹丸ちゃん、目が本気なんだもの！私の目の黒いうちは、お姉ちゃんに指一本触れさせないんだから。じゃあ、もうペロペロしないから、お願いがあるのだ。お願い？どんな？満腹丸ちゃんと戦うのだ。え、実戦訓練ってこと？なんでそんなことしたいの？余計お腹が減るんじゃない？つべこべ言わずに戦うのだ。それとも負けるのが怖いのだ。お、いっちょ前に煽るじゃんか。受けて立つよ。私たちが戦うことは治療にもなるんだし。私もペロペロされないなら実践訓練してもいいけど。ピンちゃんも構わないのだ。ああ、好きにしろ。ではレッツバトルなのだ。そんな何をしている。こぼれた恨み、晴らさねば。全然足りないのだ。飛んでけ。行きまーす。Yeah!
しようだね。よいしょ。ホームに行きます。うん。飛んでけ。ホームに行きます。
お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。来た来た、なんかすごい気迫だけど、いつもの満腹丸ちゃんとはちょっと様子が違うみたい。気をつけて、ランカちゃん。面白そうじゃない、かかってきなよ。いや、気をつけた。まだやれるよ。満腹丸ってこんなに強かったんだ。完全に飲まれてたね、私たち。さーて、今ので何ポイント貯まったかな。えっちゃん、毎度エッジ小屋だよ。今ので貯まったポイントを全部食べ物に変えてほしいのだ。食事の方は拠点に用意しておけばいいかな。それでいいのだ。あやい、毎度あり。さあ戻ってご飯の続きなのだ。満腹丸、一つ聞かせてくれないか。何なのだ。神楽坂と戦いたいと言い出したのはポイントを貯めてご飯を食べるためだったのか。そうですけど、何か。それだけのために戦ったの？でも、そういうのってありなのかな。ヴァルキリーが二組いたら、無限にポイントが稼げることにならない？おお、そうか！お姉ちゃん頭いいね！厳密に言うとアウトなんだけどね。おお、理事長先生、
戦ってポイントを稼ぐのはダメなのだ？リンカさんが言ったみたいに不正が可能になっちゃうでしょ？不正なんてしてないのだ。満腹丸ちゃんはご飯のために全力で戦ったのだ。そうね、戦闘データからもあなたたちが本気で戦ったことは疑いようがないわ。じゃあそのポイントは正規のものよ。好きなように使いなさい。やったー、ありがとうなのだ理事長先生。マモさん、この後のご飯をじっくり味わいなさい。何が言いたい？そしてマナさんや満腹丸さんがどういう思いでドライブしたかよく考えてみて。戦乙女は胸に秘めた思いを武器にして戦うのよ。胸に秘めた思い。それじゃあね。なお満腹丸、お前はどんな思いを秘めているんだ？満腹丸ちゃんはこの島が大好きなのだ。なぜなら戦って美味しいご飯を食べられるから。それだけ？それだけ。そうか、それだけか。ん？ティーちゃん笑った？笑うしかないだろ。何のために戦うか悩んでいた自分が馬鹿らしくなった。よくわかりませんが、キーちゃんが楽しそうで何よりなのだ。おかげで少し気が楽になった。私がどこから来たのか、何のために戦うのかなんてどうでもいいのかもしれない。どこにいても私は戦うことしかできないんだしな。だったらいっそのこと宴会のためのポイントでも貯めてみようか。え、何それ、どういう路線変更なわけ？冗談だ、真に受けるな。なんだ冗談か、本気にしちゃったって、お姉ちゃん大変だよ大変、クズリュウが冗談言った。いいんじゃない、ももちゃんが冗談くらい言っても。だって全然面白くなかったし。ちセンスがないな、神楽坂なんか。死にたいのか？やだな、それも冗談でしょ。いや本気だ。うわ危な、お姉ちゃんクズリュウに何とか言ってやってよさあ早く戻ってみん